月川は、埼玉県西部を流れる荒川水系の一級河川である。時川最大の支流である。支流の兜川とともに、入間川流域では最も北側を流れる。秩父郡東秩父村白石地区の同平山付近に、源を発する。新辺武蔵によると源流点に、ケヤの大木があったのでこの名がある。外秩父山地に並行して北流するが、 坂本地区で支流の大内沢川を合流する、あたりより流れを東南東方向から東方向に向きを変える。阿戸地区を過ぎると、小川町、腰越,越地区へ入り、南から北へヘアピンカーブ状に潜入打行しながら小川盆地へ向かう。小川町は月川の清流を生かした小川足の生産地として知られている。か川と合流し、小川盆地を抜けると、 次第に強作な地形となり谷底平野を大きく蛇行する。太平山の麓では南へ北へヘアピンカーブを描くように曲流し長トロのような結晶変岸の岩畳を縫って流れる渓谷の様子を見せる。この付近の月側は嵐山渓谷と呼ばれる警鐘地で周辺の緑地に関しては1997年埼玉緑のトラスト基金により 県と嵐山町が取得し、緑のトラスト保全第3号地、武蔵嵐山渓谷周辺樹林地に指定されている。渓谷を抜けると東へ直線的に流れ、嵐山町釜形で、時川の左岸に合流する。合流点までの河川園,園長は、山地を挟みすぐ南側を流れる水源がほぼ同じな、時川とは、大差はない。また、 川床勾配が急な河川で地形に沿って頻繁に屈曲を繰り返して流れている。また、埼玉県の水辺再生100プラン事業の下、貸しが整備された親しみやすい川へ向けた事業が随所で行われている。月川は小川町の水道の減水として利用されている。また、古くから農業用水の水源としても利用されてきており、数カ所に取水石が設けられている。 上流から、ありがとうございます。